はいどうも吉助でございます。今回は電子レンジで完結させてしまうチョコカボチャプリンやってみたいと思います。まずはブラックのチョコレートをマグカップに 20g、 お砂糖を大さじ1、水を大さじ1/2、電子レンジに20秒ほどかけ、チョコと砂糖を溶かして全体をよく混ぜておきます。続いてカボチャ 100g の皮なしの角切りの状態のものを耐熱の容器に入れ、少し水を入れ、ラップをして電子レンジで3分、しっかりと潰して牛乳 120cc を数回に分けて入れ、砂糖を大さじ2、 M サイズの卵を1個泡立てないようによーく混ぜておきます。次にザルでこして滑らかにします。ザルの底についたかぼちゃもよく取ってあげてください。あとバニラエッセンスを少々。カップの中に準備したチョコが固まっていれば液を流し込みます。次にラップもしない状態のまま 600W の電子レンジで2分半から3分、カップの周りがふつふつとなってきて表面が5ミリほど盛り上がってきたら電子レンジを止めちゃいます。この状態からカップにラップをしてタオルで保温し、15分ほど余熱で中心まで熱を通します。15分ほど経ってこのような状態になってたら OK。 竹串などを刺して中心にまで火が通っているか確認するとさらにいいと思います。この後は冷蔵庫でしっかりと冷やします。食べる前にはカップの底の部分を3分ほどお湯につけて、そこに溜まってるチョコレートを溶かしてから食べるのがおすすめです。カップの側面をナイフでぐるっと一周、お皿を乗せてひっくり返しカップを抜けばチョコカボチャプリン完成であります。しっかりと一晩ほど冷やして味をなじませて食べるのが一番のおすすめ。ぜひ試してみてね。